日本ハム新庄監督、今流行り、1回でホームランを打たれるの？6日、日本ハムは広島に1対3で敗れた。2連敗でカード負け越しとなった日本ハム新庄監督は、仕方ない、ねと試合を振り返った。先発の鈴木は初回に広島、末兼にツーランを被弾するなど、5回6安打3失点。前日は秋山に先頭打者弾を浴びており、先発投手が2日連続で初回に被弾する展開に。今、流行り、1回でホームランを打たれるの？でも3失点でゲームは作ってくれたんで、途中からテンポも良くなってくれたのでと鈴木の投球を評価し、初回からあれくらい言ってくれればいいんだけどと今後に期待した。これにネット上では、やるべきことをしっかりやっていたら仕方ないこともあるが、昨日と今日は内容も残念でした。今日は順番通り山崎福也投手で勝ちに行ってほしかった。打順はやはり水野さんは下位にいた方が怖さがあっていい。まあ3点ならバッテリーは攻められないな。2番水野はないよ、しかも4番にタミヤ。タミヤが打って下位の水野が返すのが得点チャンスが高かったのに。日ハム負けると新庄アンチの皆さんが熱い。まあどこのチームも同じか、勝てば官軍、負ければ俗軍。まあでもソフトバンクとロッテも負けたからちょっと安心。